その男性には当時5歳の息子さんがいたんです最初におかしいって思ったのは奥さんが息子に友達ができたっていう話を聞いた時だそうです息子さんは自閉症気味で今まで仲がいい友達って言える子はいなかったでその話を聞いてからあとなんですが彼の仕事が休みの時に公園に連れて行ったんですけど 仲の良さそうな子は一人も見当たらずに余計に変に思ったのが最初だったその後友達と遊んでる場を見たことがない奥さんがに対して息子さんがののさんと遊んでくるって頻繁に言うようになって彼に相談されたののさんと遊んでくるって出かけてく息子さんは彼が見た限りではすごい楽しそうだった例えば息子さんは ののさんとなんとか神社行くとか、ののさんと公園いるね。今日ののさんと遊んだよ。ののさんが転んだ僕見て笑った。こんな会話があったそうです。会話から察するに、かなり日常的に遊んでいるんですが、家の中までついてくるようなことはなくて、家を出て、ののさんと会って遊んでるっていうような様子であって、家に来ることはなく。 神社仏閣公園なんんかででよく遊んでいる最初はまあ妄想な遊びかなと思っててそんな怖いものとか思わなかったんですまたこんなことがあった一緒に遊んでても知らないまるにどのさんついてったから帰ってきたこんなことを何回も言うまるに入る言葉って例えば知らないおじさんにとか知らないおば,おばあさんにとか 知らないお姉さんにとかそんな言葉が入る目の前で何度か「ののさんいたののさん来た!」って聞いたことはあるんですが遊んでる姿を見たことなくてもちろん姿を見えたこともない <coughs> また息子さんは時々「ののさんに水を持ってってあげる」って言うんです「ののさんに水持ってってるの公園の水持ってってるの?」って聞くと「公園の水は臭いから嫌なんだって」 そそうういったことがあるそうです以下は聞き取りの時リアルタイムで息子さんにそのことを聞いてくれた答えのそのままです「お水くれ有権ちょうだいでしょ言った」「公園お水あげたら臭い言ってパンされて怒っちゃった」「おうちのお水あげたらちゃんと全部飲んだんだけど違うんじゃって」 彼は言うんですお水じゃなくておみきですかね違うんじゃってっていうのはお水じゃなくておみきだっていうことでしょうかなんでおみきだと思ったのかののさんって幼児語で神仏を指す言葉なんです彼は私が疎いだけなんでしょうかその時に一緒にいた奥さんが 影がおかしいって気づいたことがあるようなんです息子と奥さんが砂場で遊んでいる時のこと奥さんがふと砂場で遊ぶ息子の影を見ると異様に大きく長くなってる彼女が息子の横に座ろうとした時に突然影がスーッと元に戻ってた彼女が慌てて砂場から息子を引っ張り出してる姿を見て困惑してるのは分かったでも旦那さんに影は見えなかったこの辺りで 息子さんに、ののさんのことについて聞いてみたんだそうです。すると、何度か聞いてみたそうなんですが、息子さんは、尻尾のののさん。そう答えたんだそうです。奥さんの実家に行った時のこと、実家におじいちゃんがいたんですけど、まあ、おじいちゃんは入退院を繰り返していたんですが、その時病状は落ち着いてた。実家にに行行ったのはお見舞いに行く っていうよりも、ま、あ実家の近くに来たから、ふらっと寄ったっていうだけであって、まあ、あ具合が悪いからとか、そんな状況でもなかった。いつもと同じ食事をして、おじいちゃんの膝に座る息子が、突然、遊んでくるって言って、おもちゃのある部屋に行った。おもちゃのある部屋に行った息子が、すぐ元の部屋に帰ってきた。息子が帰ってくると、ののさん泣きそうじゃった。そう言って、おじいちゃんの膝に座る。 その後、止まらずに帰ったんですが、その帰り、じいちゃん、ののさんと友達なんののさん、僕のお家にも来たらいいのに。そう言ってたそうです。おじいちゃんはその後、これと言って、持病が悪化することもなく、実家へ訪れた3日後に、脳梗塞で亡くなったそうです。おじいちゃんは、 ずっと入退院繰り返してましたんでまあこれは偶然かもしれませんがそう言ってましたまた奥さんが息子と遊ぶ影についてボソッと言ってたことがある影が息子に近づいてくるときはスーッとくるでも消えるときは霧みたいに消えるそう言ってたどっかから黒い塊が息子さんの影に寄ってきて 息子さんの影と重なるような状態のようですおじいちゃんが亡くなってちょっとだった頃ある階段を聞いて驚いたんだそうですまさか話のあたかに出てくる道路って近所のあの道路なんじゃそん中で語られるかい影さんとののさんって同じやつなんじゃ 道路に関して思い当たるることがあるそうです息子さんはその道路を前からなぜか通りたくない場所があるようでいつも遠回りをして他の信号を渡るそれが新しくできた信号付きの横断歩道で無理に手を引いて渡ろうとした時道路の真ん中まで来てるのに U ターンしていってしまったこと一体何なんだろう不思議に思ってたそれは息子さんがののさんと遊び出す 前からなんだそうです息子さんは、ののさんと遊ぶときは、神社の鳥居の下で待ち合わせをする。そこから公園や神社に一緒に行く。彼は息子さんに、ののさんはののくんののちゃん聞いたことがある。すると、ののさんはのの様だよ。聞こえづらかったから、との様？とと様のの様？こんなふうに聞き直すと、息子は、 ののさまそう答えたそうですえー、お気づきの通りですねこの方が聞いて驚いたっていう会談はえー、僕が取材した会談で百物語全部俺1に収録されている「帰宅」という話ですこれがですね二人にコンタクトを取ってそれぞれの体験者の方に調べたところ帰宅に登場する道路 そしててこの息子さんが通りたくないっていっう道路どちらも全く同じ道路の話でしたつまり今語ってるこの話って帰宅から約2年後に全然違う人が全く同じ場所で体験したことになるんですよ影さんと野の,のさんで一体最初に話を聞いた時点では今なお息子さんは野の,のさんと遊んでるっていう最中でした その後の再取材の時のことです。引っ越しを決意しました。そうおっしゃってました。そう年の3月の頃、友達と遊んでるはずの息子が急にいなくなった。奥さんが慌てい連絡をしてきて。で、息子さんすぐに見つかって友達のところに戻って遊び始めた。で、体験者の方って仕事が夜間帯なんですって。で、4月の深夜、奥さんから、 息子がいないって反響欄で連絡があってもう家に帰ったんです、うん、で奥さんを家に残して探し回るんですけどいつもの公園神社友達の家どこにもいないで、数時間が過ぎて見つかったって連絡が入った見つかった時は別に怪我とかしてる様子もなかったでも体験者が気になったのは見つかった場所あの道路の交差点だったんです 次の日の息子さんいつもに比べて独り言がすごく多いお菓子欲しいお散歩行こう、お外で遊ぶそんな言葉を話すもう外に出たくて出たくてたまんないそんな様子だったそうです体験者の方は深夜の仕事のせいか、まあ、息子さんが昼から起こそうとすることってほとんどないでもこの日はお菓子欲しいお散歩行こうって何度も何度も言う それで二人で出かけることになった。いつもは通りたがらない場所を通ろうとしたから、ちょっと気味が悪かったそうなんですけど、そのまま信号を渡った。で、渡りきる前に、またねー。どこにともなく手を振る息子さんを脇に抱えてスーパーまで走った。帰り道、絶対他の道帰ろう。絶対他の道通って帰ろう。それだけしか頭んなかった。体験者がスーパーを出てみたもの。 それは救急車だったんです体験者ことはその瞬間引っ越しを決意したそうです息子さんがいなくなった時のことを思い出して見つかった場所その日の前後のことを調べたら見つかった場所の坂を上がったところで次の日人が亡くなってた事故じゃなく病死だったそうです引っ越しの時に 体験者の方からいただいたメッセージはこうつづられてました先ほどほぼ荷物も運び終わりました居住地が2キロ程度変わっただけですが少しでも息子が落ち着いたらと思っています43話目ののさんという話です